はい、こんにちは。今回は、前回紹介したドラゴンボール Z ヘアワックス3番っていうのを使って、髪の毛セットをしていきたいんですけど、プラスで、ちょっと条件をつけるというか、コメントがすごい多かったのが、ドライヤーとワックスだけとか、ドライヤーだけとか、っていう、アイロンを使わないセットっていうのがすごい、要望が多かったんですよね。なんでかわかんないですけど、アイロン自体が学校で最近禁止されてるんですかね。ちょっとその辺よくわかんないですけど、今回はこの、髪の毛をね、ドライヤーで乾かして、で、ワックスだけを使ってやって、あとワックスと、ヘアスプレーですね。を使ってやっていきたいと思います。はい、じゃあ早速、ドライヤーを使って髪を、乾かしていきたいと思うんですけど、まず、髪の毛はね、短い髪の毛のがいいです。多分長いとね、ドライヤーとワックスだけじゃ無理だと思うんですよね。ちょっとさっきね、ワックスだけでセットしやすいように髪の毛を自分で切ってみたんですけど、ポイントは、トップとフロントと、襟足、それからサイドを短くする。サイドは特にこう耳がね、見えるくらいまで短くカットしてみました。前髪は、拘束がやっぱり厳しいと思うんで、眉毛にかかるくらいの長さでね、はい、カットしてみたんで、長さはそんな厳しくないよっていう人は、何でも長さはいいと思うんですけど、多分短い方が、どっちにしろセットしやすいと思うんでね。はい。早速、ドライヤーで乾かしていきます。こう、握るように、こう根元に当てますね。握るようにして髪をこう掴んで、で、根元を風当てて立たせる感じですね。こう、根元に風を当てて立たせていくっていう感じです。はい。それで、こう耳、後ろ。耳から、耳の後ろからこう襟足にかけてっていうのを、外ハネにしていきます。乾かす段階では、とりあえずそこまでを作っていきたいと思います。多分、カットになると思うんですけど、またドライヤー編みたいな感じで出したいなと思います。はい、ドライヤーが終わったんですけど、ドライヤー終わった時点では、こんな感じですかね。はい。ここはね、耳から後ろを、若干外ハネに作ってあります。で、トップは、どう見たらいいんですかね。こう見たらわかりやすいですか。ちょっと、ふんわりする感じに、作ってあります。このドライヤーの仕方は、要望があればなんですけど、また別に撮影をしたいと思います。拘束が厳しい人用に作ったというか、リクエストいただいた方が、どうも結構拘束が厳しい学校らしいんで、はい。そんなわけでやっていきたいと思います。まずバックからつけていきますね。この角度なら見えますかね。僕もね、見ながらやりたいんで、多分ここなら僕は見えるんで、はい。ラフにつけていきます。そしたら、今度トップですね。トップ握るようにつけていきます。もうほんとパパッと作れる髪型を目指しているんで。で、そしたら、外羽の下部分を握って作っていきます。で、サイドを手ですり込んでいきます。ここで、ワックスの付け足しとかはしないですね。最初の、人差し指の第一関節分ぐらいだけで作っていきます。こっから付け足しでやってしまうと、ベタベタで重くなってしまうので。はい。そしたら、左右は、中心に向かって、こうね、ちょっと引き抜く感じでつけていきます。で、この時、こういう太めでいいんで、束ができるように指の間に髪を挟んで引き抜く感じですね。こう
束ができるように、作っていきます。はい、まあワックス付けはだいたいこんなもんで、いいんじゃないでしょうか。最後にほんとちょっとだけしか残んないと思うんですけど、このちょっとでいいんで、前髪に分け目を作っていきます。分け目がいらない人は特にいいんですけど、こう全部が前髪短い人は、ね、自分の分けたい方向に沿って全部をこう流していけばいいんですけど、僕は分け目があるので分け目をこう作っていきます。軽くね分け目にワックスをつけたら、ちょっとこう束を作っていきます、前髪に。はい、こんなもんでワックス付けは終わりです。じゃあワックスを閉じてですね、そしたらちょっとボリュームを足してですね、はい、でこの顔周りはボリュームを抑えます。もみあげとかをね、でまあお好みの合わせなんですけど、耳を出さなきゃいけない、そういう校則がある学校もあるんでね、そういう時はこうね、再度耳にかけましょう。はい、そうしたら、指で髪の毛をちょっとつまんでね、外羽の束を作っていきます。ここの外羽ですね、これ時間が経つとね潰れてしまうんですよね、どうしても。やっぱドライヤーだけで作ってるので、アイロンしてるとねワックスつけても潰れないんですけど、やっぱり束が安定しないので、そういう時は指でこうつまみましょう。そうしたら、はい、こんなもんで完成です。まあところどころ束が欲しいなと思ったところはこうつまんで OK です。はい、で、最後にどこ行った、あったあったあった、ここね、ハードスプレーを離して、ね、頭から距離を取って振りかけていきます。束を作った場合は、束ごとに振りかけていきます。と、この外羽を作った部分もねしっかり、はい、キープさせます。で、あとはバックですね、後ろもしっかりキープさせて、で最後に全体に、僕はくるっと一振りしてるんですけど、はい、で、完成ですね。最後に、スプレーの一振りはまあお好みです。僕みたいに髪の毛がね直毛の人とかは特にスプレーをした方がいいですね。癖っ毛の人とかはなんだ、ワックスで癖が出るんで、特に、このドラゴンボールのこのワックスね、ファイバータイプのワックスなんで、癖毛の人とかは癖がねうまく活かせるワックスなんでね、直毛の人とかはスプレーを使わないと、このハードワックスじゃないや、ファイバーワックスはちょっとペタッとなってしまうので、はい、ぜひスプレーを買ってください。で、まあなかなかね完成度が低いんですけど、ワックスとスプレーだけで作った髪型です。こんなもんでどうでしょうか。ほぼカットなしです今回は。もうちょっと長くなっちゃうと思うんですけどね。じゃあちょっと回っていきたいと思います。何ですかねこれ、なかなか今回ダメな回ですね。なんかカットとかしないと、セリフ決めてやってるわけじゃないんで、なかなか安定しないですね。はい、こんなもんで、このワックス、ドラゴンボールを使ったねワックスとドライヤーだけのセット動画終わりたいと思います。まあ次の動画、まあ要望があればさっきのねこのドライヤー作業のところを撮って出したいと思います。では、まあ来年もね引き続きよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。最後の挨拶なんだっけかな忘れちゃいましたね。ちょっとど忘れですね。こう編集しないとこういうことがあるからダメなんですよね。はい、さよなら